男子久子です。先日中学校2年生のお母さんから息子のマスターベーション現場を見てしまって受け入れられないっていう相談を受けたんですね。思春期迎えたらみんな当たり前なんですよ。あのマスターベーションとかオナニーとかって昔よく言ってたけど、今これねセルフプレジャーっていう名前が変わってきてるんですよ。性教育の業界でセルフ自分でプレジャー、これは快感を得るっていう、自分で快感を得る行為、セルフプレジャー、綺麗でしょう。こんな風に名前がポジティブに変わってきてるんですよね。これ男女ともにセルフプレジャーをするっていうのはこれ自然な行為なんです。自分でどこを触ってどんな風にしたらどんな感覚になるんかなっていうことを知っていくっていうのは、自分に向かい合ってで自分を知っていく行為なわけですよ。このむしゃくしゃしたいろんな思春期特有の思いを人にぶつけて発散するんではなくて、セルフプレジャーによって自分でそれを沈めるっていうのは大人になってきた証拠じゃないですか。セルフプレジャーするのが当たり前だから、そのプライベートな空間にずかずか入っていかないように親はしましょう。